ストレイキッズが、米ビルボードのメインアルバムチャート、ビルボード200で4作連続1位を達成した。ビルボードは11月19日、現地時間、公式ホームページを通じて、ストレイキッズの新婦、ラクスターが、ビルボード200最新チャート、11月25日付で1位を獲得した、と発表した。ビルボード200は、 エンターテインメント産業データ調査会社ルミナテの集計を元にしたアメリカで1週間人気があったアルバムのランキングで算定基準はアルバムの売り上げストリーミング回数をアルバム販売に換算した数値 C およびデジタル音源のダウンロード回数をアルバム販売量に換算した数値 T などだストレイキッズがビルボード200で1位を獲得したのは今回が4回目だ 2018年にデビューした彼らは昨年3月、ミニアルバム、オリナリー、レドーランキングで初めて1位を獲得したことに続き、昨年10月、ミニアルバム、マキデント、今年6月にフルアルバム、ゴスター、11月10日に発売したミニアルバム、ラクスター、まで4つのアルバムが連続で1位を獲得した。韓国を超えてアメリカなど海外でも圧倒的な人気を博していることを伺わせる。 これでストレイキッズは全世界のステイ、ファンの名称の応援により再び目標達成に成功した。彼らはミューアルバムの発売を記念し、10日に行った記者懇談会でビルボード200で3作連続1位を記録したことについて、僕たちがこれまで発売した3つのアルバムがビルボード200で1位になったことはステイの皆さんのおかげだと思う。 僕たちの歌をたくさん好きになってくださり、愛してくださった方々のおかげで幸せで嬉しい、と話した。続けて、今回のアルバムも多くの方に愛してほしいし、良い結果があってほしい、と付け加えた。人気の秘訣は何だと思うかという質問には、ツアーに行くと、遠いところで僕たちの歌を一緒に歌って、僕たちを好きでいてくださる方々がいらっしゃるということがまだ信じられない。 実感し続ける瞬間だ。人気の秘訣を申し上げるのは恥ずかしいけれど、僕たちが自ら書いていく話、独特で個性あふれる姿を好きでいてくださることにとても感謝している、と伝えた。ファンヘイジン。